か、あんま乗り慣れないっつうか。今はあの L4 にいるんですけど、あの L3 はね、ここからちょっと上がるんですよ。もう一回上がるか。これなんか一つ上の階ですね。すごいね、長野の雪山を思い出すね。その滑り方は。こっちは大型重機入ってこれないわけですよ。うーん、狭くて。あ、本当だね。ね、うん、それでちょっとこの間までちょっと落ちたっていうのを見に行こうか。音を見に行ったっけ、ね、今日は誰も作業してないから道端に置いておきましょう。よし、鉄枠したりとかしないところとか、あ、今こういうなんか金属をピッと入れてるのがあるんですけども、ここはね、経過体、経滴の塊のところで、比較的硬いんで、鉄枠しなくていいですね。鉄枠してるところっていうのは、うちらでは原料になるところ、陶石とか漏石が出るところ、なるほど。で陶石、漏石が柔らかいんで落ちるんですよ、どん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 。それで、あれで押さえとかないといけないっていう。今ちょっとここにお穴が開いてるんですけど、これはね、これすぐ下に今上がってきたところ、降りてきたところ、すぐ下 L4 のなんですよ。ね、これこういうふうに穴が開いてるのは、要するに上はダンプ入れられないから、ここからなんか原料があったらここからここまでバーッと処分で持ってきてこれ落とすんですよ。ね、で下に受けるためのこれシュートっていう。なるほど。うん、でこれ落ちたら死にますんで、これ高さはちょっとありません。ちょっと気をつけないと。いっぺんここにね、ショベルを引っ掛けちゃって、ガーッショベル引っ掛けて、ぐっと曲げて、ここじゃなくて奥なんですけど、なんかもうそれ以来、僕はちょっと運転があんまよろしくないっていう、ちょっとなんか、みんなの中にちょっと認識ができてしまって、ちょっと、うん、ね、ちょっとこの奥、